毎度競技ジェットです。はい、今家で試合ね見てるんですけど、あの武井良樹くんの、まあ、試合今見終えて、まあ、動画撮ってるんですけど、まあ、結果は11ラウンドで、まあ、ヒッティングのカットで TKO 勝ち、うんうん、なんですけど、そうですね、あの結構苦戦してたなっていう、そうですね、うん、思ったより苦戦して、やっぱね、うん、世界ランキングに入ってる選手なんかな、うん、でタイトルマッチもやってんかなの、まあ、キャリアのある選手で、うん、あの戦績通りのこうキャリアを感じさせるような、うん、まあ、相手やった、ね、タフでしたね、タフやったね、立ち上がり結構なんやろ、まあ見た目のイメージですけど、結構こうなんやろ、全身バネのあるような感じの選手なんかなと思ってたら、結構堅実にガード上げながら、うん、全身って感じです、うんうん、だから結構意外なファイトスタイルなと思って、で、まあ、ガードも高くて、うん、で立ち上がりは結構ね、よかった、ワンツー結構当てて、うん、1ラウンド目にダウン取ったけど、まあ、あれはそこまでダメージあるから、うん、かすでもかすって頭かすだけで倒れてたから、うんうん、まあ、パンチあねえのなと思ったけど、まあ1ラウンド目はまあダウン取って、ね、ポイント的にも武井良樹君取ってたけど、なんか結構展開的にはあんまり、うん、もう前半からずっと武井良樹君が下がりながら、まあ、ブルーの選手が前に前進しながらスイッチしたりするから、うん、あ、すごい引き出しのある選手やなと思って見てたんやけど、結構2ラウンド3ラウンドってなっても結構ね、アッパーとか、うん、あの武井良樹君が右アッパーとか結構当ててるけど、結構タフで、うん、で気持ちの強い選手やなっていう、結構ああいうパンチのある選手ゴーンってもらったらやっぱこう弱気だったりすること多いねんけど、全然そんなことなくて、ずーっとこう前進して、でまあ良樹君がこう足使いながらずーっと足使って、で、まあ、今回見てて思ったのが、まあね、そういった相手と、まあ、長いラウンド戦うキャリアつけるための、うん、まあ、マッチメイクやったんかなと思ったんやけど、まあずーっと足使ってはっていう感じやったんやけど、ただちょっとまあ、ジャムもちょっと少ないのと、あのパターンが結構、うん、吉木君の攻めのパターンがちょっと少ないなっていう印象やったから、うん、まあ、パンチあってはいいんやけど、ただ攻めのパターンって言ったらフック2か右アッパー2かワンツー、もうこのコンビネーションしかないから、もうちょい、なんやろ、ワンツー、フック、ボディとか、こう3つ、4つとかのコンビネーションをね、うん、まあ、もっと打てたらいいかなっていう、見てて思ったんやけど、うん、まあその点、ブルーの選手は、まあ前進して、まあたまに、ヨシ君がこうロープ背負うシーンあるけど、うん、まあそこで結構上下打ち分けたってやってんやけど、ただやっぱ、ね、KO もあんまない、あってパンチあんまやっぱなかったね、ブルーの選手、うん、そこがちょっとこう救いやったかな、うん、タフでそういうなんか引き出し多くてね、スタミナのある選手だったけど、うん、パンチがなかったから、あそこロープ詰めても知名度与えれんから、もう吉木君は結構こうそこでこう休んだりもしてたけど、そこでの休み方ももうちょっとこうもうガッチリクリンチにするとかやらないと、うん、あそこでこうこういう感じで受けに回ってたから、印象悪かった、印象あんま良くなかったね、うん、なんかコツ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 っていうパンチたまに被弾してたけど、だからこれがめちゃくちゃパンチある選手だったら一気にやっぱダメージ与えられるから、そういう休み方というか、うん、まあ、そこはもうちょっとこう工夫できたかなっていうもんかな。まあ、今回の試合では、そういうキャリアを積ませるっていう点では、すごい良かったんじゃないかなって思う。うん、で、まあね、しょっぱなダウン、1ラウンド目ダウンとったけど、バッティングでね、バッツンで、左か、切ってたけど、あれ結構ね、相手もこう、ガーだけの頭からこういう感じだったから。うん、まあ、ああいう経験、積ませれて良かったかなっていう感じじゃないかな、大橋陣営的には。うん、ただやっぱ、今回の試合はいい意味で課題見えたかな、うん、ポイント的には結構ね、最終11ラウンドでヒッティングで止めれたけど、まあ、ポイントも結構大差で開いてたけど、うん、点数以上にちょっと苦戦したなっていう感じでしたね。スタミナ面はスタミナ、まあ相手もずっと前進して吉木君も下がりながらって言って、めちゃくちゃスタミナあるなって思って、ああいうのって結構疲れるもん。あれ、いやー疲れるね。決して足使ってこうなんやろ、自分のリズムでっていう感じで戦ってなかったから、ああいう展開になるとやっぱ結構しんどいんやけど、まあ足止めることなく、うん、たまにこう背負うこともあっても
常に足取って、距離取って戦ってたから、スタミナはめちゃめちゃ走り込んでんだろうなって思ってね。ただ、もうちょっと変化、変化のある攻撃とかやってほしかったなっていう。あんまりこう自分から行くっていうシーン、結構ね、こう受けに回ってるシーンが多かったね。ただたまにね、相手がこうガクってこうダメージ効いたっていう瞬間をガーっていっても、相手も結構回復力も あってまた同じ展開でこうかけっこみたいな感じだったから、あえて距離潰しに行ってとかっていう引き出しあったら、もうちょっとこう選択肢増えたかなっていう攻めの、ただもうああいう展開になった相手は前に攻めて、よし君は距離取ってっていうも展開がずっと続いてたから、あそこでもうちょっとこうね、ゼロ距離になった時に上回るようなコンビネーションとか打てるようになれればボクシングの幅は広がる。ただ能力的にはスタミナもあるし、パンチ力もあるけど、ただちょっとこう集中切れるシーンとか、あれ多分カットとかで、バッティングでゴーンって、ああいうのってほんまに集中切れたりするから、まあでもそういう経験詰めれたっていう、まあ良かったんじゃないかなと思うけど、そのなんかパンチに慣れてくるみたいな、慣れてたね、そうだから本当にこう下がって下がって下がってドンドン、下がって下がってドンドン、もうこの攻撃のパターンしかないから、まあ、相手からしたら前に行って相手が攻撃モーション入ったら 1-2 のコンビネーションしかないっていう認識になってたから耐えれるよね。なんかあそこでトン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 とか、そういうやっぱ慣れてたからこそ変化加えないと効かせるよね。だからやっぱり予想外のパンチじゃないとやっぱり効かない。そうだから相手はもう分かってたよね。多分4ぐらいからかな。ただまあ前半前の手のアッパー結構有効で当ててたけど、もうちょいね後ろの手のアッパーとか、もうちょっといろんな攻撃パターン増やせれたらよかったかなって思うな。まあ今回の試合はまあ多分この試合でまあ結果11ラウンドでストップできて、世界ランキングもちょっと上がるんじゃないかな。1個か2個ぐらい上がると思うし、まあとりあえず2022年もうね勝って終われて、まあ、23年か来年どういうね、世界戦できるのかっていう感じだけど、まあそれこそね、まあ大橋会長やったらゴーサイン出すんじゃないかな。おだからね、来年は多分天心も正式にプロデビューすると思うし、ボクシングね、そう、まあでも今の立場で言うと完全にね、よし君の方が上の立場やから、まあいつか上の舞台でやりたいと思ってるやろうし、まあそういう意味で来年はよりこう注目される年になるんじゃないかな。しかもスーパーバンタムが結構井上尚弥選手とそうね、どうなるんやろ。よしき君退場落とせるんじゃないかな。でもバンタム、あ1個下げる、と思うけどね。かまあその 団体変えるとか、まあ選択肢としてはそういうどうなるか分からんけど、まあ井上尚弥はね、まあ、この後今撮影してこの後もうちょっとしたら4団体統一バンタム系でやるけど、まあ来年はスーパーバンタムも多分盛り上がると思うし、天心もね転向して正式にデビューすると思うし、まあ今回の試合はまあ力の差はあったけど、もうちょっといろんなパターンの攻撃出せたらいいなっていう感想かな。課題点が見つかる試合って感じですか。まあちょっとコメント欄で、まあ今回の試合の感想動画と、まあ来年以降のね、そういうこういうの選手と見たいとか、まあそういうので盛り上げてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。